はい、せい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 言うな、今回ももうあれやろ、え、なんで宮古島ちゃうねんってなってんじゃん。そういうことやな、まずめに絶対な、お前でした。宮古島、明日明日ちゃんと、え、今週、週2トーク、いや、ほんまやっていうか、1週間の始まりは日曜日だよ、週3トーク。うわ、すごい、やっぱ俺らファンにサービスしすぎちゃう、ちょっと、まあ、いいよや、ちょっとサービスしすぎやって、これは俺らファンに週3投稿やで、この話しない俺らがファンにサービスしすぎやん、これはちょっとやりすぎやわ、ほんまに、ほんまに。さあ、やっていこう。はい、今回はあれですね、新作と試写会の、まあ、軽く毎度のことですわ。でも試写会はでも3回目ちゃっリープするんですよ。そうやで、今回はゴリラで、ゴリラで出てます、出てます、出てます。やっと、ね、やっとよ。今回でもほんまにハードなスケジュール10日間過ごして、思ったよりボリューミーなすごい映像だ。みんなポロナ見ながらやったぎっしりよ。いや、ほんま全然ツアービデオ感ない。普通のスケートビデオとしても出せんのに10日間であれを撮ったっていうのがまあまあ結構すごいと思ってる。はい、ということで、それが明日のね、明日の5時、明日の夕方5時か、はい、これ仕上がります。ディープスでやります。はい、絶対来て、マジで見てほしい、これマジで見てほしい、となると大変ですね。ドーン。試写会の後は新作の販売を先行販売で3時間だけ売りたいと思います。今回の8時までですね。やばいですね、今回は。いや、今回マジで量多いよ。トレーナーかな、トレーナー、まあ、トレーナーっていうのかな、ロングスリーブ、スウェット、スウェット、これ生地がね、やっぱ去年のあのパーカーができた時ぐらいからちょっとこういうパーカーが欲しいっていう、ずっと言ってて、いや結構いいよ。いや、今回のはマジでパーカーがまずフードがマジでめっちゃ待つ、生地が熱いからちゃんと立ってくれるんです、パーカーのフードが熱いです。幅広いなぁ、うちの幅広い。このトレーナーとこのデザインもちょっと似てる部分もある。これのシリーズがどんどん今後出ていくっていうの、そうやな、兄貴が企んでたな、企んでる、いろいろと、なんかいっぱい色あったもんな、まだで、多分1月とか2月ぐらいにまだどんどんこいつらが出てくる、また違う新たな商品とか、忘れちゃならない、こいつら。いや、マジで再入荷お待たせしました。お待たせしました。白黒、まあ、前回同様 M から XM まで、はい、いい感じだね。もう俺らが独自で生地選んで、この紐も全部自分らで特注したマジでいい専用のやつ。今回なんとニューカラー、ニューカラー。実は俺がもう先取って履いてました、はいはい、多分見てる人は見てるな、たまに YouTube 上がってもこの全部で6種類が明日試写会終わった後、まあ試写会の映像自体が14分ぐらい、だから14分終わった後、まあ5時半ぐらいからこれ全部、まあ、一応販売始めますので、明日来てください。ということで、まあ、あ、値段言ってない、値段見てあげてください。パーカーが1万120円、税込みです。で、トレーナーが税込み8500円、パンツが前と一緒、8800円のプロスで80円かが3つ、はい、いや、マジでお手頃よ、この手のパーカーはマジでさ、めっちゃ高ない、高い、エグいやつだって1万5000円とかするのそれ、こうやってこうしてほしいパーカーをこう剥がれる、こうこうやってしてほしい。このトレーナー何をするぐらい、めっちゃ調子タケとトレーナー似合うよな、シルエットめちゃくちゃいいよ、タケとっぽいもん、そもそもトレーナー自体、俺はあんまりトレーナー気に入ってない、うん、ということで、今回は宮古島 D3 の周りの新作の試写会の情報を渡し、明日試写会が終わってから2時間後に YouTube が上がります、うん、
ちゃんと出したもん。いやほんまにファンにサービスすぎたわ。週3投稿はちょっとやりすぎたわ。控えるわ。ちょっと次からマジでマジでちょっとやりすぎたわ。それはやりすぎ。週3はファンにサービスが良すぎるわ。ほんま褒めてほしい。そんな感じで、じゃあ明日の動画も楽しみにしてください。で明日お待ちしてますんで待っててください。ありがとうございます。